ことは1位になってから言えよ。何？滝島に一度も勝ったことないんだろ。説得力ゼロだっつうの。そういうのを痩せ我慢って。お前らに光のことを言う資格があるのかよ。こいつは誰よりも頑張って正直にまっすぐに戦おうとするすげえ奴なんだよ。君と純の初リサイタルすごいだろ。観客は滝島だけのプライベートリサイタルだ。そういうことですか。あなた、めぐみの歌、聞いたことがないんですか？ないぞ。なんだ、アキラと同じことを聞くんだな。でも、めぐみは喉を大事にするために、普段から話さないようにしているって聞いたぞ。どんないい声なのか楽しみだな。ちょっと、ま、よし、やるぞ。あんた何しちょるかね。おう母ちゃんおはよう。今から弁当作ろうと思って。弁当？おう今すぐ台所から出ておいき。母ちゃんいきなり何？何じゃないの。あれほど台所に入るなって言ったでしょ。でも飽きまへん。あんたが台所に立つと調味台壊すわ、食材ためにするわ、鍋爆発さすわ。そのために大工の父ちゃんフル出動やで。だけど滝島に弁当作らない。とにかくうちで料理なんて絶対飽きまへん。ほらどうだ。おお光、本当に頑張ったのよ。米だ、米の形があるぞ。人間やればできるもんだな。お前ら黙ってろ。なんか緊張するな。それではいただきます。いただき、このおにぎりはかなり空腹な生徒会長加計が頂戴した。いただきます。まずいおぎゃしゅん。何だったんだろう、あの人。さあ。光。悪いな、滝島。危うく、またまずいもん食わせるところだった。本当、悪い。それが食べたいんです。でももう一度最初からやりましょう。このおにぎりを俺に渡してください。あ、それではいただきます。生徒会長はバカですね。こんなに美味しいのに。本当か？はい、もちろん。空腹は最大の調味料っていう。ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。おうさて、これからゆっくりと生徒会長の息の根を止めましょうかね。おい物騒なこと言うなよ。あいつ
とも。いや、私、確かに頭グワーンとしたんだが、それ、はい、もう大丈夫だ。なんだ、そうですか。兄ちゃん、かっこ悪い。よく頑張りましたね。光をここまで連れてきてくれてありがとうございます。え、兄ちゃん。じゃあ綿飴とかどうだろうか。いいね、綿飴大好きだぞ。大丈夫ですか会長。ついにこの俺にも春の兆しが。綿飴反対。あんなものより美味しいものはたくさんあります。いや、それはそうかもしれないけど。ほう。出店で綿飴という発想はあまりにも短絡的でしょう。ほとんど思考停止です。何を。じゃあ綿飴があるパーティーとないパーティーでどっちが盛り上がるか勝負するか。タクシマ、いや、ちょっと花園君、我々で綿飴の価値もわからない男に綿飴の何たるか教えてやろうじゃないか。会長、いいでしょう、勝負しましょう。別に。いや、私が生徒会長と話してるのが気分悪かったんだろう。すまん、気がつかなくて。私がもっと早く竹島の気持ちに気づけばよかったんだ。光、私と会長が組むのが嫌だったんだろう。はあ、私と会長が組んで滝島に挑むのはさすがに反則だよな。心配するな、そんなことしないから。なんだ、どうした。いいでしょう、兄さんと負け犬が組んで俺に勝てるのならどうぞやってください。なんだと。なんなら何人でも助っ人を呼んでもいいですよ、やるだけ無駄ですから。このパーティー光のためだけにやった感じだな。光のため、いい響きじゃない。あ、そうですか。あー、綺麗ですね。私もめ。会長、あまりがっつくと。これなら父ちゃんたちも連れてきたかったな。どうでしょう、楽しんでいただけましたか。何言ってんだこっちょ。楽しいに決まってるだろう。そうだ、これは勝負じゃないからな。何笑ってるんだ。お前がヤヒロか。ねえ君、ケイ君の彼女でしょ。はパートナーってことは彼女だよね。雇われてんだ。ああ、じゃあケイ君の片思いだ。かわいそう。なんでそうなる。ねえ、君はケイ君のことどう思ってんの。人の話を聞け。
だけど君もかわいそうだね。あんなヘラチョコ野郎に好かれて。私の最大のライバルをヘナチョコって言うな。私はあいつを倒すために今生きてるんだ。だからあいつが私のこと好きなわけないだろ。試してみる？ん？ここでもし僕が君に何かしようとしたとして、ケイ君が本気で怒ったら、それは彼は君が好きだってことだよ。僕の言った通りでしょ。一周、最初に温室に戻った人が勝ちっていう単純なものよ。ただし今回はハンデ戦とさせてもらうわ。なんだこのハンデ、どっから持ってきたんだ。それにしてもちょっとやりすぎじゃないのか。 K は野獣だもの、これくらいしないと。あきられないだろう。こう見えてこの網アメリカから取り寄せ、うん、どういうつもりかは知りませんが、これぐらいのハンデで俺を止められると思ってるんですか。3枚目コンビが板についてきたようですね。ああ、やっぱ失敗か。ふざけんじゃないわよ。 K のやつ上等じゃない。私を本気にさせてしまったようね。またクマが。うわ、子供の。こんなこともあろうかと、昨日竜の家から動物たちを借りておいたのよ。おのれ、 K のやつ私を見くびったことを後悔させてやる。こんなコースいつの間に作ったんだ。 SA の辞書に不可能の文字はない。ん？まだまだ。お待ちに。さよなら K、これで全て終わりね。お前目がいってるぞ。あ、お、ふん。べ、Bye.
獣には猛獣あるのみ。お前は竜か。本能で強いものを見分けたのか。感心してる場合か。こうなったら最後の作戦よ。K のやつ、地獄を見なさい。これでとどめよ。マジ死んだんじゃねえ。あなたのことは決して忘れない。サクさん。これで光を私だけのものよ。ダマンドケンベークベークアクベー。アキラマジ怖えよ。お、やっぱ殺す気だったのか。ヒロのやつ、滝島が私のこと好きなんじゃないかとか言うんだ。そんなわけないのにな。はあ、私と滝島はライバルだもんな。おかしいよな。うん、うん、よし、言ったらすっきりしたぞ。この話はこれで終わりだな。うわ、私のテーブルセットが、なんてことなの。ただし、あんたのせいで。ごめんなさい、ごめんなさい。え、ひかり、何かいいことあったの。いや、なんでもないぞ。これで良かったんだよな。